フンタニエスは、スペインサラゴサ県エヘアデロス・カバジェロス出身の政治家。スペイン社会労働党所属。2015年からアラゴン州首相を務めている。1957年8月19日、サラゴサ県エヘアデロス・カバジェロスに生まれた。バルセロナ大学では歴史学を専攻した。1983年にはスペイン社会労働党に入党して、 エヘアデロス・カバジェロス市議会議員となった。1991年にはサラゴサ県議会議員となり、1999年7月15日にはサラゴサ県議会の議長に就任した。2007年にはエヘアデロス・カバジェロス市長に就任し、市長と県議会議員を兼職した。2012年にはサラゴサ県議会議員を退任した。2011年には アラゴン州議会議員となった。2014年にはサラゴサ大学において1931年から1936年のアラゴン地方における土地制度改革という博士論文で歴史学の博士号を取得した。2015年にはアラゴン州議会議員に再選され7月5日にアラゴン州首相に就任した。ありがとうございます。